はい、こんにちは、朝日缶コーヒーねワンダー傑作のキャンペーンでやっております、パズドラねフィギュアコレクション全10種類の続編です、10種類なんですけどね、私まだねこれ全部ね10種類集めてねコンプリートできてないんですよね。多分ねこれできないんじゃないかなと思います、まあね、今日がとりあえずね一区切りということなんですけど、今日 ご紹介するのはねメタルドラゴンというやつですね、ドラゴンシリーズにはねあとルビードラゴンというやつがいるんですけど、まだそれねちょっとゲットできてません。はい、ということで、ねラインナップの冊子がありますけども、今日ご紹介するのはこのね下にありますメタルドラゴンというやつです。あとねここにね、さっき言いましたね、ルビードラゴンというやつがいるんですけど、ルビーモレノじゃないですよ、ルビードラゴンです。ルビードラゴンね、これまだちょっとゲットできてません。それからあとね、トバリットっていうやつ、これがねいるんですけど、これとさっき言ったこのルビードラゴンというやつがまだねちょっとゲットできてません。あ、あともう一個ありますね、この頭のとこにいるね、これはねプレシーっていうやつですけどね。だから3種類、あと3種類まだねゲットできてないんですけど、とりあえず7種類目ということで、今日はメタルドラゴンのご紹介です。じゃあ早速ねこれを開けてみたいと思います。まあメタルということなんで、まあ基本はねシルバー柄ということではないでしょうかということなんですけど、シルバーじゃねえじゃんというようなこんな感じのドラゴンです。じゃあ早速ねこれアップで見てみましょう。メタルドラゴンということでね、目がねペケポンみたいになってますね。ちょっと片手で、まあ、コーヒーを抱えてなんかこうねバイバイみたいな感じですね。羽はこんなオーソドックスな、どっちかというとあのサファイアドラゴンとかゴールドドラゴンと、まあ、よく似た形ですね。角はストレートのタイプになってます。ちょっと目が怖いですね。はい、まあ牙はあります。はい、こんな感じで、せっかくなんでゴールドドラゴンとちょっと比べてみましょう、ね、ゴールドドラゴンと比べるとこんな感じですね。はい、ちなみに、サファイアドラゴンと比べてみましょう、サファイアドラゴンと比べるとこんな感じですね。はい、羽もよく似ております。はい、こんな感じですね。ということでこんなね、メタルドラゴンですけど属性はね闇ということで、闇の属性はね以前ご紹介した、アメリットね、私が勝手にあのしずくちゃんって呼んでたねアメリットと同じ闇ですね。はい、ちょっとね闇の属性ってなんか怖い気がしますけど、キャラクターとしてはこんななんか感じの可愛いキャラになっております。ということで、パズドラ、今のところ全10種類のうちこれ7種類目のご紹介なんですけども、あとね3種類もしかしたらねゲットできない可能性も高いんで、とりあえず一区切りということにさせてください。ね、この可愛いパズドラのキャラクターフィギュアコレクション、ワンダの缶コーヒーキャンペーンでやっておりますので、コンビニに行くと多分まだ残ってると思います。お早めにお求めください。それじゃあまた。